誠にこの他愛のない話で恐れ入ります。よく人手不足なんてことを言いまして、近頃はこの人様をこの雇うということも大変にこの面倒なことになりましてね、アルバイトニュースなんてものがありましてね、働く方が仕事を選んでね、これじゃあどうも不足だとか、これはちょいと気に入らないなんて、随分この働く方に有利になってきているというのが近頃ですね。昔はそうでなかったね、少しぐらいのことは我慢しなきゃなんない、我慢しても雇ってもらおうというのが昔だったんで、随分この様子は変わってきたそうですが、まあ人を使うということはこれは誠に難しいことでして、自分が使われてみてで初めて人を使うということを覚えるそうですな。人の扱い方大変に難しいね、妙に遠慮してるってえとなめられちゃうと言って、あんまり口やかましいってえとうるさいってんで出てかれる、この辺が難しい。あるご隠居で大変にこの人使いの荒い方がおりましてね、何人もこの奉公人が来るんですが、誰も居ついちゃくれませんで、旦那、お願いがあるんだ、さな。うん、なんだ、お暇いただきたいんさな。なんで、どうもね、私もね、あちらこちらと方々様ご奉公いたしましたがね、こちら様みたいに人使いの荒いうちは私は初めてでございますよ。とても辛抱なりかねますんでね、お暇いただきたいんですよ。どうかい、結構だよ、何を言ってやんだよな、これっぱかりのことでもって人使いの荒いの細かいの言われてたまるか。いいよいいよ、静かにそういや代わりは来るんだから、出てけ出てけ、本当に何を言ってやんだよ。しばらくたつってと別の方向人が来て、旦那、お暇いただきたいんですがな。どうしてだ、こう人使いが荒くっちゃとても辛抱になりかねます。生意気なことを言うね、静かにそういやな代わりはいくらでも来るんだ、出てきな。またしばらく経つってと別の奉公人がやってまいりまして、2、3日経って、あの姉妹がお暇いただきたいね、もうこう人使いが荒くっちゃとても辛抱になりかねます、生意気なことを言うね、出てけ、気遣いそいやいくらでも代わりが来るんだ、なんてんでもう誰も居ついてくれないというようなわけで、その自分この吉町に静香屋さんという口入れ屋さん、話の方によく出てまいりますが、まあ江戸で一番の大きな慶庵ですね、もう表なんかもかなり広い、腰障子がはまっておりまして、開けて中に入るってえと広い土間になっております。正面突き当たりに湯屋の番台みたいにこうちょいと高くなっているところがありまして、そこにこの番頭さんが座っている、周りにこのたかっている人たちに奉公口を世話してやろうという、次はね、これは日本橋でね、佃煮屋さんだよ、飯炊きが欲しいってそう言ってんだ、誰か行ってもらえないかい、よろしくお願いします、あ行ってくれるかい、あ、こっちおいでこっちおいで、名前なんてんだい、あそうかい、分かった、じゃあね、これを持ってってね、一つ地遣いから来ましたって分かるからいいかい、でね、お給金のことはまた私がね2、3日経ったら行って向こうの番頭さんと相談するから、いや悪いようにはしないから心配しないで辛抱しておくれよ、お願いしますよ。それからね、次だ、あこれはね、女の方だな、女中が欲しいってんだよ、カンダル持ってね、伊勢久さんって呉服屋さんだな、誰か行ってもらえないかな、あお前さん行ってくれる、あそうかい、はいありがとう、名前はなんて、あそう、はい、じゃあこれお願いします。はい、なんかね、大勢奉公人がいるそうだからよろしくお願いしますよ。で、お給金のことはまた後からね。はい、お願いします。ご苦労様。次はね、これなんだ。本所の割下水でね、吉田さんってね、元御家人でね、ご隠居さんのお一人暮らし、奉公人が欲しいって。誰か行ってくれないかね。お給金はいいよ。誰か行かないかい、はいわし、おい木さん、よしなよしな、なんでだ、なんでなんでじゃないよ、本所割下水だろ、吉田さんというご隠居さんのお一人暮らし、ダメだよ人使いの荒いったってね、とにかくここにいたものは大概行ってるよ、3日と我慢ができたものはいないんだよね、そりゃもうひどいもんだから、よしなよしな大丈夫だよ、わしはねおめえ様方とは心構えも体も違うだよな、第一一人が一人を使う、たかが知れてるよ、大勢で一人使うのとは訳が違うだからな、に心配することはね、大丈夫だよ、俺はなんとか辛抱してみせるだからな、心配することはね、わし参りますだ、行ってくれる、あこっち来てくれこっち来てくれ、あありがとうありがとう、あよかったよかった、名前はなんて、ああそうかい、じゃあ、じゃあね、これ持ってって、地遣いから来ましたついてくれ、本所の割下水って吉田さんといえばすぐに分かるから、いいかい、お願いしますよ、辛抱しておくれよ、頼むよ、あはこのうちだな、ごめんくだせいまし、ごめんくだせいまし、はい
誰だい、誰、あの静か屋から参りましたが。静か屋から？てと奉公人か、おめえは。奉公人が表から入ってくるやつがあるけ。裏いまんな、裏へ。何を？裏が分かりません？表が分かって裏の分からねえバカな話あるかい。一旦表出てみろ。左行ってみるってと路地あんだろ。そっちから入ってきなよ。そこピタッと閉めてけよ。いいか。うん、この頃気遣いも妙なやつをよこすよな。また仕込まなきゃなんねん。よく言うでしょうねえな。うん、ああそこだそこだ。そっから変な。いいかい。おっとっとっと、そのまま入っちゃダメだよ。上がるんじゃねえ、そのまんま。え、そこのところ俺がきれいにさっき拭いたの。舐めてもいいようにしてやる。ねえ、な汚ねえ足で上がられてたまるか。そっち手おけあんだろ。え、雑巾もある。水汲んでよく足洗ってな、きれいに拭いてで上がっておくれ。いいかい。うん、おいおい、キュッと絞った雑巾で足拭けよ。え、グズグズのやつでもって拭くな。なあ、足が濡れてそのまま上がられるってえと、あと乾くとそこに足の跡がついちゃう。なあ、うん、あとだってだの、今のうちその濡れてる間に拭いちゃえ。キュッと絞っといて。そう。ああそんなもんでいいや。それでいい。うん、そこだけちょっと色気が変わっちゃったからずーっとなでちゃえなでちゃえ。ああそれでいい、それでいい。うん、そうそうそう。え、うん、でな、あの水開けちゃってな、それであの雑巾キュッとあの絞ってね、あので畳んで桶の縁かけてきな。え、ああそれでいい。ああ座んな。名前なんてんね。わし、あの木助と申します。木助変な名前だね。どんでもお前な、名前で働くわけじゃねえからいいや。え、俺がこの主だよ。え、まあよろしく頼む。辛抱しなよね。もうちょいと早くくりゃいいんだよ。いろいろ用があったんだ。みんなやっちゃったんだよ。まあね、今日は来たばっかりだ。二三日は目見え。え、まあ今日は骨休めしてていいよ。でもな、お前さだって何もしねえでさってこう座ってんのはつれえだろな。あ、こっちも弱るんだよ。ねえ、ちょっと待ちな。今なんか用探してやっか。無理に探さなくても構わねえ。いや、いいんだよ。そうでないよ。ね、必ず用なんてのはあるもんだよ。ああそう、これやっときゃよかったなんてものがあるからね。え、うん、ああそう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 だそうだ、あのな、あの裏物置が、うん、物置の中にね薪が入ってるから、それね、二三番あの割っといてもらいてえな。うんうん、焚き付けにするやつだ。でそれが済んじゃったらね、炭だら入ってっから、それであの炭を出してね、であのいい長さに切っとくれ。あのあんまり長いってえと使いにくいしね、なかなか火が起きるのも大変なんだと言って、細かすぎるってえと火は起きやすいけれどもすぐに灰になっちゃうからな。その辺ところは難しいよ。ちょうどいい長さに、切って、で縁の下にねあの炭箱が入ってるから、そいつの中にね入れるんだ。放り込んじゃいけねえぞ。いいかな、放り込むってえと粉になるから、ちゃんと並べるようにして丁寧に入れていく、ね、うん、であのその入れ終わったら、あの炭箱を縁の下にちゃん、あ縁の下といいやな、こないだなちょいとこう見たらな、なんか蜘蛛の巣張ってやったんだ。えついてだよ、縁の下の蜘蛛の巣みんなきれいに払っちゃってくれ。いいかい。うん、あそうだ、え縁の下やったんだから今度は上やってもらおう。いや天井ね、あのこのところちょっと見てねえんだ。ネズミの死骸やなんかあるって言うと気味悪いからな。ああでネズミの糞やなんかは必ずあるよ、死骸はなくとも。うん、だからちょいと掃除しとくれね。でそれが済んだらね、そあのお前今路地こうずっと入ってきたろ。えうちの塀に子供がいたずら書きしてやんだよ。汚くてしょうがねえ、あれ洗い落としてくれ。アク洗いはしなくていいから、ただ洗うだけで構わねえからな。でその、うん、水でもってタッと洗って、でドブにちょっと流し、あそうドブね、ドブが詰まってんだよ。この辺のやつはね気にしねえんだな。うん、俺は気になってしょうがねえんでやりたいと思うけれども、忙しくてねドブ掃除できなかったんで、おめえちょいとドブ掃除しちゃってくれね。うん、でそれが済んだらね、あの隣のうちね、こっちの隣のうち、武将でうちん中掃除しねえんだよ、ね、えだから向こうから風が吹いてくるってと俺は嫌な心持ちがしてんねん。だからお前ね、それが済んじゃったら、隣の吉田から参りました、すいませんがお掃除させてくださいって、あのきれいに掃除したいなね。
でこっちのうち掃除してこっちのうちを掃除しねえとなるってえとね、あの物に角が立つからな。でこっちの方もやっちゃって、で両隣やっといて向こう三軒やらねえってのもこれもまたねなんか妙なもんだから、向こう三軒もきれいに掃除させてもらってね、その間に俺手紙書いとくからな、それ持ってってあの青物横丁え品川のあそこに使いに行ってもらいてんだ。地図はちゃんと書いておくよ、返事はもらうことはない、手紙届けるだけでいいんだな。あそれだけ。あそうだ、品川まで行ったんだからついでに千住回ってもらおうかな。品川のついでが千住でございますか。いやーこれは驚きやしたな。その御用はいつ頃終わりますかな。そうだね、今夜ってわけにいかねえな。まあ明日の朝夜のしらしら明けだな。あのおまんまいついただけますかな。今日はお前さん骨休めだからな、おまんま抜きだよ。おまんま抜き大丈夫だよ、一日ぐらい食わなくたって人間死にゃしないよ、心配しないでね。まあ今日はそんなところで一つゆっくりと休んでもらおうかね。うん、まあ一つ明日からみっちり働いてもらうから最高でございますか。なんて大変なうちに来ちゃったもんですが、この木助という男も変わっているもんでね、もういくら用を言いつけないとも片っ端からどん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 用を片付けていく。3年の間このうちでもって辛抱をいたしまして。旦那、おい、なんだ、見なかったじゃねえか、おめえ探したんだよ。ええ、ちょいと用を頼もうと思ってさ。ええ、紙どこ行ってた。おお、そういや、なるほど、綺麗になったな。あ、帰ってきたんだ。え、実はちょっとやってもらい、いや、ちょっくら待ってください。一つ俺の話、先聞いてもらいて。なんだい。今ね、あの上どこの親方に伺いましたけんど、旦様は近いうちになんかこの辺りだそうですけど化け物が出るってうちに引っ越すってが本当かね。はい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 、何を言ってんだよ、うちわから火を出すようなこと言っちゃいけないよ。化け物が出るわけやねえじゃねえが、しばらく人が住まってねえからな、近所の者が面白がってそんなことを言うんだよ。化け物なんて出やしねえ、ただ噂があるだけなんだ。どうしても腰やすか。だから腰よ。いや、もうちょいと白いうちは欲しいと思ってたんだよ。そしたらこねえだな、このうち世話してくれたのが来て、文京いいうちがありますがご覧になりますかって。で私もちょいと見に行った。不審がいいしね、木口もいいしね、間取りもよくできてるんだよ、使いいいうちなんでね。高いんだろったら、いや、そんなことはありません、今お住まいになっているところを手放してお釣りが来ますと、こう言うんだね。だからじゃあ一つ頼むよってんで敵を打って帰ってきた。そっち行こそうと思うんだな、よろしく頼んで。どうしても腰やすか。ああ、はあ、旦さん、あのお願いがあるんでございますがな。なんだい。お暇いただきてん。暇を。なんだい。人遣いが荒いからってのが。いえ、そうじゃございません。人遣いの荒いのはもうわしに慣れやしたなあ。もう近頃じゃ今日は少し人遣いが少ねえなと思う時には体の調子がおかしくなりやすそうじゃございません。わしはね、化け物が出るっていうのはわし気に入らねえ。何を言って、そりゃ噂だと。そういや、噂でも何でもわしダメだなあ。まあ、ガキの自分から化け物が世の中で一番嫌いでね、あそこのところ通るってえと兄か出るぞなんての聞いただけでもって、もう通ることすらできねえぐらいの男でございますね。ああ噂があって、いや今夜出やしねえかな、明日の晩出るかなって心配しているだけでも場所はかなわねえから、どうかすいませんが、暇いただきてこの通りでございますから。あそうかい、どうしても何かい、暇欲しいか。分かったよ。なあ、奉公人のことばっかり考えて、こっちの好きなことはできねえなんて、そんなバカなことはねえ。俺はそのうちは気に入ってんだから、どんなことあったって越すぞ。おめえが嫌だってんだったらいいよ、暇やる暇やる。なんだい。骨のある男だと思ってたら、みんなくだらねえことを怖がりやがって。やるよ。いいんだよ、心配すんない。なあ、地遣い、そういや代わりは来るんだから、暇やりますよ。ありがとうございます。とお暇いただくって言うと、俺と旦様とは主人でもなければ家来でもねえね。急に白状になってきちゃったね。ああまあそうだな、主人でもなければ家来でもねえ。じゃあまあ一言を言わしてもらいますべえかな。急に開き直ってきちゃった。なんだい、言ってみな。あのね、旦様は人遣いが荒いってますが、旦様のは人遣いが荒いんではねえ。人遣いに無駄がありやすよ。それわしね、おめえ様に言っておきてえと思って。兄が無駄だってそうじゃございませんか。こういうことがあるだよなあ。木助、豆腐買ってこうってこう言う。わしが豆腐買って帰ってくるってえと、油揚げ買ってこうってこう言う。
油揚げ買って戻ってくるってえと卯の花買ってこうって同じところを行ったり来たり行ったり来たりしなきゃなんねんの。それだったら初めから木助豆腐に油揚げに卯の花買ってこうと言えば一度で用が済む。そうすれば他のこともまだまだできるてえやつだ。無駄があるだよ。ええ、そこ直さねってと奉公人はいつかねえだよ。ねえ、うん。それからね、今地図会そういやすぐに代わりが来るって言ったけども、いやそりゃ来ねえぞ。おめえ様の人付けのあれのはあそこでもっても知れ渡ってるだよ。誰も来やしねえ。あのな、わしおめえ様が嫌いで暇もらったわけじゃねえだい。え、化け物が出るという噂のあるうちへ越すのが嫌で暇もらっただ。ねえ、だから今のうちにな、わし越すまでいてやるだから、え、あぼんやりうちにいねえで、え、あっち行ったりこっち行ったりして早く方向に見つけなくちゃだんでい、なんてなこと葉っぱかけられてご隠居そうかいそうか言ってんで、それから毎日あっち行ったりこっち行ったり探しているんですが、なかなか来てがございません。そのうちに引っ越しの当日になりまして、あ、旦様大丈夫だ、あ、俺は一人でやっちまうだよ。あ、いや、人なんかいらねえな。生地手伝いがいるって言うとね、これどこに置くべえか、これはアースべえかコースべえかって、やっけえでなんねえから、俺が一人でやりますだ。旦さんもいちゃ邪魔だからね、ご外所かなんか行って暇つぶしててください。その代わりね、日が暮れる前に帰ってきてくださいましよ。え、日が暮れたらわしはそんなうちにはいられねえだからな、どんどん出てっちまうから。わかりましたね、日の暮れる前に帰ってきてくださいましよ。あ、わかったよ、じゃあ頼むよ。一人になるってえと荷車借りてきてね、行ったり来たり行ったり来たりして、荷物をすっかり新しいうちに運ぶ。きれいに家の中掃除して荷物をきちっと片付けてね。何してるで、間もなく日が暮れるだよ。え、本当にな、また午だとなると夢中になるんだからね。本当に日が暮れたら俺はこんなところにはいられねえぞなあ。やっと帰ってきたよ。旦様、旦様、おお、すまなかったな、遅くなっちゃった。え、いやー、どうした、え、まだ片付いちゃいねえと、一人じゃ無理だってんだ。いや、もうちゃんと片付けやした。おめえが片付けた、嘘をつけ、どれどれ、え、おい、へえ、驚いたな、こらどうも。今まで住まってたようになってるな。おめえ一人でやったのか。さすがだ、あー、えれえもんだな、これは他のもんじゃできねえやな。くたびれたろ、え、じゃあ湯に行ってきな、な。で帰ってきてさ、今日は一つ早めに飯を食って、早く寝ちまおう。バカなこと言うでねえで、高座なところに狙えるぐらいだったらわしはね、暇なんぞもらいやせんよな。わしはこれでもっておいとまいたします。長いことありがとうございました。旦さんもね、どうか化け物に食い殺されねえように、いいかね。じゃあごめんください。おいおい、ちょいと木助、待ちな待ちな、ちょいと待ちなてんだよ。んだい、よくやってくれたからな。選別も少しもやろうと思ったら逃げるようにして出てっちめえ。気の小せえやつだね、どうもね。化け物なんて出るわけやねえ。ねえ、化け。そういやな、化け物が出ても不思議じゃねえようなうちだな、こら。この匂いがいけねえ。なあ、カビくせえや。今までな、人が使ってねえからね。しけってやんな。うちってものは人が住まねえってえと腐るってえが全くだ。まあこれから俺が住まってな、このうちがまた生き返るってやつだよ。使ったら風通しはよくなる。この匂いは取れるよ。ね、心配することはね、化け物なんぞで。あれ、なんだい、うん、お膳が出てるじゃん。何、はあ、はあ、こりゃ驚いたね、おい。ちゃんと晩飯の支度をしてったよ。指名に一本取られたな、野郎に。大したもんだな、あんな方向にはもう二度と出てこねえだろうな。腹が減ってた、ちょうどいいや。晩飯を食べてしまって、まだ休むのには早いからというんで、安頓の火をかきたてて、これからこの本を読み始めた。おー、なんだよ、やけに寒いね。ゾク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 しやがる。風邪でもひいたのかな。気持ち悪いな、なんだいこのゾッとするのは。気持ち悪かった。誰だ、どこの小僧だ、下のうちに黙ってへっちやって。用があるんならなぜ表で声をかけねえ。黙ってねえで何とか言ったらどうだ。おじいしてたってわからねえ。面見せろ、面、面あげろってんだ。
一つ目小僧。はあ、はあ、なるほど、出たね。おめえが噂の化け物か。俺は今日からこのうちの主だぞ。よろしく頼むな。こっち来い、こっち。遠慮することはね、こっち来い。来いってんだよ。もっと顔よく見せろ。はは、なるほどな。絵では見たことあるがな、本物初めてだな。笑うと妙な目になるな。まあいいやいいや、ご苦労さん、ね。はい、お膳がここに出てるよ。食べっぱなしになってる。あと片しな。せっかく出てきたんだから用をしなさいよ。何ぼんやりしてやんの。さっきも言ったら俺の主なんだぞ、このうちの。ぼんやりしてやん、嫌がるんじゃねえぞ。早くしろ早く。流しんところに持ってってな、皿やちゃんちゃんと洗うんだよ。いいか、いい加減にやるんじゃねえぞ。丁寧にやれよ、仕事は。醤油かすだとか飯粒はこびりついてんの、ほら綺麗だよ。よく洗って水たっぷり使ってな。でな、洗ったやつは脇にザルがあるだろ、その上乗せとくんだ。そうするってと水が切れるから、後で拭くときに楽なんだな。そう、みんな洗っちゃったか。あ、そうか。じゃあ、布巾でちゃんと拭いて。それは違うんだよ。それは雑巾なの。上にあるんだろ、上。こうやって見てごらん、こうやって。違うよ。もう、あった、今手が触った。そう、今触ったろ。そうそう、それが布巾だ。それがよく覚えとけよな。それできれいに拭いて、拭いたら戸棚にしまうんだな。粗末にやるなよ、割るといけねえからな。ちゃんと丁寧にやってくれ。いいかい。あ、それでいいよ。ほら、水跳ねかしたから下が濡れてんじゃねえ。で、下ちゃんと拭いてきな。それは布巾で拭くんじゃない、雑巾で拭くんだ。そういうのは割らねえやつだな、本当に。はなっから教えなきゃなんねえから余計だよ。覚えとけよ、そっちが雑巾だな。ちゃん拭いたのが、それが布巾な。一度言われたことを忘れるんじゃねえぞ。から仮面の中水が減ってるか。少なくなってます。じゃあ組み込んどきなよ。いつ何時水は入りようになるか分かんねえんだからな。一平にしたか。あ、そうか。じゃあこっち行きな。あ、ちっとな、あ、床を述べてくれ。布団を引いてくれ。嫌がるんじゃねえ、クソ。ひどい目に遭わすぞ。ガタガタ震えてやん。今すぐにひどい目に遭わせるってんじゃねえんだよ。俺の言うことを聞かねえってとひどい目に遭わせるってんだ。分かったか。早く布団に敷きなさい。ねえ、まっすぐに敷きな、まっすぐに。曲がったんな、気持ち悪いな。よし、それでいい。枕元にタバコを持ってきてきた。それでいいよ。それからちょっとそれをするんだろ、後ろへ回る、後ろへ。後ろへ回るんだよ、俺の肩叩け、肩な。早くやんなさい、早くね。言われたことはどんどんやんなくちゃダメだよ。あ、うまい、うめえな。俺はうめえや。いや、モクスケよりいいぞ、おめえの方が。モクスケはむやみやたらに力があってな、ただいてばかりなんだよ。子供ってのはこれでね、腕がしなうから効くんだ、なかなかな。ああ、もうそんなもんでいい。ああ、もういいよ。もういい。そこに座れ、そこへ。楽になった、楽になった。何か、さっき俺がゾーッとしたら、気持ちが悪くなった。あれ、お前が出てくるときにああいうふうにさせたんだな。あれな、ああいうことさせちゃ嫌だよ。ね。で、あれなしでもってスッと素直に出る。いいかい。でね、もっと早くに出てきとくれ、早く。昼間のうちにね、いろいろと用があるんだから、使いに行ってもらったりなんかしなきゃなんねえんだ。いいかい、暗くなったからじゃなくて早くのうちに出つくんだよ。分かったな。で、それからね、あら、消えちゃったよ。いいな、こらなあ、静かへ頼まなくて済んじゃうよ、これな。飯は食わねえし、ありがてえな、どうもな。あら、いいや、のんきなご隠居があるもんでね。本当に何してんだろうな、明るいうちに出てこいってそう言ったのにな、もう暗くなっちまうじゃねえかな。本当に、ほら、始めやがった。気持ち悪い。本当にあれだけ言ったのに分かんねえんだから、本当に。なんだい、これ、なんだい。地震かね、やに、うちが揺れるね、これ。どおにゅうどうだよ、こんばんは。ほんや、おめえが代わりか。まあ、おめえでもいいんだ。はい、ご苦労さん、ご苦労さん。ねえ、聞いてなかったかい。
あの一つ目小僧に、出てくる時にザーッと刺しちゃ嫌だっての、聞いてねえ、忘れやがったんちさ、ひどい目に遭わせんだあいつは。あのね、ザーッと刺しちゃ嫌だよ、いいかい、出てきたのか、ご苦労さん。じゃあ一つな、あのやんわり動いてくれ、やんわりドタドタやられるってやったらたまんねえぞ。あらな、あそうで、そのお膳、おくろいてんね、あ、洗えるか、あんまりこすんな、お前力があるからな、お前こうなぜるぐらいでいいぞ。よく洗う、水たっぷり使ってな、洗ったものちゃんとザルの上に乗せてんね、何でもくろいてんじゃねえかな。おい、えれいきなり付近にすっと手がいったよなあ体の大きいやつったら不器用なんだがな、なかなか器用で見どころもあるじゃねえかな、こういうの仕込んだらよくなるからな、何水がねえ、ああそうか、組み込んで、ああ嬉しいな、ああいうのはいいね、あれでちいちゃきゃいいんだけどな、大きいのはちょっと厄介だな、はい、ご苦労さん、じゃあちょっとすまねえが布団引いてくれ、布団を。嫌です、どうして化け物はこう布団引くの嫌がるか、言うことかねえとひどい目に合わせるぞ。そう、それは震えってやん、嫌なんだろ、だから早く布団引きなさい、おめえなんぞがやるんだったら俺たちは座布団並べるようなもんじゃねえ、なんだよ、とん、まっすぐにしなまっすぐに、ほらほら、なんてすぐに敷けるじゃん、枕元にタバコも、そうそうそう、だから後ろに回って俺の肩をね、あ、いやいやいや、お前じゃ体壊さっちゃうな、お前には別に用があるよ、庭へ出とくれ、庭へ。あのな、さっき見たんだ、昼間石道路の頭が落っこっちゃってんだよ、あげようと思ったんだ、俺がやったって動きやしねえ、ちょっと石道路の頭乗っけてくれ、ああそうだそうだ、軽々と乗せるな、そのまんま減ってこないで、屋根の上ちょいと見とくれ、ペンペン草やなんか入ってるってと嫌だから、目についたやつだけでいいよ、今度は昼間ゆっくりやってもらうからな、今目についたやつだけで草むしっとくれ、どうだい、あります、ああそうか、はい、おおよそでいいよ、今度はゆっくりやってもらうからな、はいはい、じゃあこっち入ってきてもいいや、気をつけろよ、頭ぶつけんなよ、おめえの頭壊れなくてもうちは壊れちゃうからな、大丈夫か、大変な騒ぎだね、どうも、はいはい、ご苦労さん、いやよくやってくれた、なかなかいいよお前、ただねお前はね、そののべつ出てこられるってと大変だ、おめえも大変だしうちも大変だからね、10日にいっぺんでいいや、あとはあの小僧よこしてくれ、小僧をね、でね、出てくる時にあのザーッとさせちゃ嫌だよね、ザーッとさせるの、あっちはもう本当にあれがね、また消えちゃったよ、なんかこの時言い始めるとすっと化け物ってのは消えるね、本当だよ、何をしてやんだろうね、まあ本当に、おいまだ出てこねえのか、明るいうちに出てこいって言ったろ、今夜小僧出てこいよ、本当にゾッとしなくちゃいけねえぞ、ほらさせるほらやだってえのひでえ目に合わせんなちそめ、本当に今夜女だよ、いいね、こうお辞儀している姿なんだ、お前さん会長は、あそうご苦労さん、顔上げてくれ顔をね、はいごめんとのっぺらぼうだ、へえ、こっちおいでこっちおいでこっち、よく見せとくれ横、卵に目鼻ってこと言うけどね、卵そのまんまだ、何もないね、決まりの悪そうな形すんじゃないよ、いやいいんだよ、いいんだよ、私が言ったからって気にすることはないよ、なもんなくたっていいんだよ、サバサバしてていいじゃねえか、生地目鼻がついてんで苦労してる女いくらもいるんだよそんなこと気にしなくたっていい、その方がよっぽどいいよな、ああそうかい、あのね、ちょいとお前さんにねやってもらいたいようが、いやこのねお膳も片付けてもらうしね、とこも述べてもらうんだが、その前にねお前さんでなきゃできない、その行こうんところに着物がかかってんだろ、昼間ね庭いじりしてたんだ、ここにね木がこう入っちゃう、袖んところに枝が、ほころびちゃってんだ、それ縫っとくれ、そこに針箱もあるんだろ、そうそうそう、大丈夫かい、糸が通るかい、通してやろうか、通せます、どっかから見てるんだねでもいいな、あのねできることだったら お前さんが主に出てきておくれ、でね小僧は
3日に一遍でいいよ。でお入道はね10日に一遍でいいよ。あとはお前さんずっと一つお願いしますね。やっぱりいいよ女ってもな、なあいいもんだな、女のがいいや。なんだい体固くして、妙なこと考えちゃいけませんよ。私がどうのこうのするわけじゃない、その この年だよ。そう女の方が華やいでいい、家の中が明るくなるとそう言ってんだよね。うん本当だよ。なんか小僧だとかお乳道よりお前さんの方よっぽどいいんだよ。うんただやっぱちょっと寂しいな。なんか書いてやろうかしら。書き損なうとあと消したりがまた厄介だからね。うんでもねそんなこと気にしないでおくれね。おいいきなり消えちゃやだよ。またいなくなっちゃったの。ほころび縫ってくれたのかい。えっ、どのどのほんとほころびは縫ったんだよ。おかしいな。ああちょっとあんなこと言ったからな、気悪くしてんのかな。怒んないでおくれよ。いいかい、そのまんまでいいからお前さん出てきてくれ、頼むよね。明日からあれが来る、楽しみだな、なんてんでね。ああ何してんだろうな、出てこねえかな。今日はちょっとこうなりやなんか変えてくるかな。楽しみだな、どうもな。まだ出てこねえや。だんだいその障子の陰にいんな。誰こっちで。大きなタヌキだね。そうか、お前が何かい、一つ目になったり大乳丼になったりのっぺらぼになったりみんなお前がやったのか。ご苦労さんご苦労さん。ああそうか、まあいいよ、もっとこっちおいでこっちおいで。いやご苦労だったな。どうしてぼんやりしてんだ、考え込んでんじゃねえか。涙ぐんでんね。どうしたい、お願いがあるんでござんすがな。なんだい、お暇いただきたいんでござんす。うまくねえ、こう化け物使いが荒くちゃとても辛抱なりかねます。Thank you.